まずはダブル主演を務められました。白岩さんと熊田さんにお聞きいたします。初めて脚本を読んだ時のお気持ちや。ストーリー、そしてキャラクターに共感した部分などがあれば、お聞かせください。白岩さんからお願いします。はい、えー、そうですね。あのー。あのー、政治はですね。結構。あのー、まあ、時間が永遠ではないとか。 まあ,あと人生一度きりなんだからやりたいことを言いたいことを言ってやった方がいいっていう結構現実的な考え方なんですけどまあ僕もここにいる方も分かると思うんですけどライブの最後の MC とかでよくこのステージがあの自分の人生最後のステージになってもいいと思って全力を出し切ってやってますっていうことを言うんですけど割とそういうまあちょっと現実的すぎるんですけども。 ま始まったら終わりがあるとか時間が永遠ではないっていうのは結構、政治と考えが似てる部分がありましてで作品を読んでる中でも政治にすごく共感する部分もたくさんありましたしうーんなんか自分にすごく親近感があった近い作品だなっていうのを読んで感じましたね。はい、ということは役作りという点では入りやすかったという印象でしょうかなんかセリフを言う っていうよりかは結構自分がまあ普段言わないけど思っているようなこともたくさんあったりとかしてうんまあ演じるっていうよりかそうですねなんか政治、わかるよっていう気持ちで <laughs> やった部分もめちゃめちゃあったのでなるほどはいそういう部分ではなんかすごく近しいキャラクターだなと思いながらはい演じましたね政治に共感しながら演じたということですけれども熊田さんはいかがでしょうか、はい、キャラクターやストーリーなど。 そうですね私が演じたその茜という役はですねあの、まあ、過去のある出来事があってであの自分が思っていることをなかなか口に出せなかったりとか、まあ、周りの空気を読んでしまうという役柄だったんですけれどもやっぱり。 演じながら、まあ、台本とか原作を読ませていただいたときになんかすごく学生時代の自分をより思い出したといいますかやっぱりなんか周りを気にして生活していたなっていうのをなんか感覚的にすごくこう思い出して誠司、まあ、あ君と一緒だと思うんですけどなんか私もその茜にとても親近感を感じたといいますか,なんてうんです,か、ね、すごく演じながらうわー、なんかあるよね、こういう時っていうような。 ふうに、思いながら、演じていました。はい、学生時代は、そういうふうに周りを気にしてたって、今おっしゃってましたけど。今の熊田さんは、もう、変わったということ。ああ、でも、この作品を経て、変わったところあるかもしれないです。<laughs> で意外と、これがターニングポイントだったかもしれないです。おお、どう、どう変わりました?。ああ、でも、なんか、撮影を、こう、していくうちに、やっぱり。まあ、その、城田さんが演じた成熟の影響もあって。どんどん、自分の気持ちを、言えるようになってきたりするんですけれども。なんか。 その過程がやっぱりすごく気持ちよくってすごくすっきりした瞬間がいっぱいあって、まあ、今もなんかズバッと家になったわけじゃないですけどなんかこうちょっとずつ自分の気持ちを伝えてみるっていうところがあできるようになってきたのかなっていうふうに最近感じてます、うん、作品が一つのきっかけになっているということでございますす、はい、熊田さんはどうううででしょょかそうですねじゃあちょっと私も白岩さんに一言いいですか。 あらそうですね、やっぱりまたやり合ってるし、白岩さんは、運動神経が良すぎ、はい、いや認めるスタイルなんですね、自信があります、そこにも構 まあ学校の授業体育の授業のシーンがあったりとかしてサッカーのシーンだったりとかその司君に手を引かれてあのこう走るみたいなシーンが結構多かったんですけどもう足がとにかくすっごい速くって私が後ろから追いかけようとするとものすごい差ができてもう司君見失うみたいな <laughs> だからすごいそれが困りました。そうですね、結構走る その茜を追っかける政治とか政治、うんね、を追っかける茜のシーンが出てくるんですけど毎回困ってましたね <laughs> ちょっとあの階段をこう茜が早く上がっていかなきゃいけないシーンも途中追い越しそうになったりとかして <laughs> 結構そのペース確かに合わせるの大変だったっすね。いやごめんなさい <laughs> <laughs> 実はそんな気苦労があったというのねこれからシーンでお楽しみください。<laughs> はい、柳井さんはいかかがでしょうか撮影中の本音、はい あの運動神経が良すぎるっていうのは私もめっちゃ思ってましたやっぱりそうですね茜をの手引っ張っていく時とか <laughs> めっちゃ大変そうな環がええーみたいな <laughs> 本当にリアルにあの追いかけるのは大変そうでちょっと面白,面白かったっていうか <laughs> 頑張れと思ってたんですけどそうですね私はあの本音本音か本音を言うと もっっとセイジ君の絵見たかったかでですね生なかなかやっぱり茜の友人でクラスメイトっていうのもあって、まあ、同じクラスではあるんですけど茜とのシーンがやっぱり多かったりしたのでなかなか誠司君の絵をこう見る機会がなかったんですけどあの先にね私たち見せていただいた時に本当に綺麗でうわこれ直接見たかったっていう絵ばっかりだったので。 でで見たたかったなっなていうのは本音ですねサッカーのシーンがありまして <laughs> 原作にも、ね、大事なシーンですけれどもで、えっと、サッカーのシーンは、まあ、稽古しているわけではないリハーサルをしているわけではないシーンだったんですけれども白岩さんが、まあ、サッカーがすすごくお上手ですそのここまでサッカーがお上手だってことは正直知らなかったんですけれどもその茜ちゃんにその、えっと、キーパー の感じはこういうふうにやったら上手に見えるとかそのサッカーの多分演出半分白岩さんだったんじゃないかなっていう <laughs> はい、はい、演技指導までされてたんですね、はい、サッカーはい、なのであのー、サッカーのシーン演出ありがとうございました <laughs> っていうのが本音ですなるほどねもうちょっとやってたらもしかしたら、ね、スーパーには、は字幕に入るかもしれなかっですねそうで、ね、指導白岩ってねはい <laughs> <laughs> なんかわざわざマットを引いてあのダイビングキャッチをするみたいなのを何回か僕 あのレクチャーしたんですけど、はい、そのせいであばらが痛くて結構あかねのせいで折れたっていうのをずっといじってました、はい <laughs> はい、すごい撮影中盤も最後アップの時まであばらは絶対折れたわって <laughs> 毎朝言ってくるんもうカメラ回ってないところでも体張ってたとい、はい、それぐらい頑張り,ります中央の押しあるさんにお願いします,し,し,ますしばらくいただきますはい 舞台から見て左に目線いただいていきますお声掛け続けてください一列目2列目一緒に行きます,ますそれでは今度、えー、目線右端でお願いします